いどうも、弁護士吉野です。今日はね、ただ鶏肉を焼いて話す動画になっております。よければ見ていただけると嬉しいです。今週はベンガルズの週ということですね。私、ベースボーカル吉野が今回担当させていただきます。というわけで、鶏肉実際に焼いていきましょう。まずですね、はい、こちらですね。はい、じゃあ、はい、若鶏もも肉ですね。もも肉、はい、の方ですね。そのまま、焼いていきたいと思います。なぜ鶏肉を焼くのかと言いますと、ツアー中に、朝5時にですね、まずですよ、まず、皆さん、夢ってありますか?小さい時からの夢ってありますか?小さい時からの夢ってあって、鶏肉って、こう、刻んで調理、切ってね、調理するもんじゃないですか。基本的に親子丼とか、そういうのちっちゃいのしか食べれないみたいな。基本切られているものをそのまま大きいもの、まあ、ハンバーグ、大きなハンバーグを食べたいみたいな、そういう感じのやつです、うん、そういう感じの勢い で鶏肉もそのまま大きいまま焼いたら絶対うまいんじゃないかみたいな感じで、ツアー中にですね、朝5時に起きまして、私7時集合だったんです。朝5時に起きまして、家に誰もいないのを確認しまして、そして朝5時に焼いたっていうのを、焼いて食べたっていうのをね、メンバーに話しましたら、なんだそれと、お前何やってんだと、朝5時に起きて何やってんだと笑われまして、で今回ね、動画を撮ろうとした時に、何撮ろうって言ったら、鶏肉焼いたらどうって言われたので、鶏肉をそのまま焼きたいと思います。油敷きます。じゃあ、いきます。鶏肉ピットイン。いっか、10も何も言わんの、動画的にどう、っていう感じですね。あ、そうですね、ソルパーのについてのこととかは、前回ね、ザ・セールズの方でね、動画出したので、それでいいかなって思うんですけど、まず、ベンガルズですね。ベンガルズ、入ったきっかけとかを話そうかなと思います。ですね。塩コショウ振ります。ベンガルズに入ったきっかけなんですけど、ベンガルズはそうですね、もう入って3年ぐらいですかね、4年も経ってないぐらいなんですけど、そうですね、最初はスタジオ終わりでしたかね。スタジオ終わりにベンガルズとたまたま一緒になりまして、その時にフライングラインズってバンドやってました。そのフライングラインズってバンドがちょっと活動があまりできなくなるっていう時で、そのタイミングでまあちょうどベンガルズと出会えまして、スタジオ終わりに敏夫さんに「お前ベンガルズでベース弾けよ」って言われたって、はいみたいな。はいみたいな感じで、まあサポートで最初は入ってたんですよね。サポートで入ってて、でまあ途中から正式に加入したんですけど、1年ぐらいですかね。1年ぐらい。あっつ。そうですね。1年ぐらいベースだけを弾いてて。で、まあ、後半ぐらいなんか、ちょっと歌ってんのみたいな。歌ってんのかなみたいな時期があったんですけど。一昨年ぐらいですね。去年一昨年かな。一昨年ぐらいに、
ボーカルが夏ぐらいに抜けるってことで、その時に土屋さんにお前歌えよって言われて、わかりましたみたいな感じで、メインボーカルっていう形が初めてございまして、まあ、サポートからボーカルになっちゃうっていう、そんな、なかなかなぶっ飛び方ですね。ボーカル初めてだったのすっげえ不安だったんですけど、めっちゃ、ま、いい経験になってるなと思いますね。ただまあアルバムを作る時とかすごいやっぱり難しくて、まあこれも大変だったんですけど、まあツアーとかもね始まったりして、まあすごい楽しかったのが一番なんですけど、やっぱりこういろいろ、まあ楽しいですソウルパワーでもたくさん、ライブさせてもらったりとかあるので、すごいすごい楽しい思い出しか ほぼないというか、まあライブとかまあ悔しいの方がすごい多いんですけど、ベンガルズに入っていろいろ教えてもらったことが多すぎて、すごい1年半とかがすごくすごい自分の中で大きいものなんだなと思っていますね。アンダーザステージに関しても、ゆうこさんですね、まあアンステに関しても周年イベントがあったので、周年イベントでやっぱりすごいいい経験をさせてもらったし、他にもまあいろいろ CD のこととかでもお世話になったことも多いし、いろいろ話も、聞いてもらったことも多いし、ソルパワーとねアンステが今ね一時的になくなるっていうのはね、まあ今の場所じゃなくなるだけで、まあちょっと寂しいですけど、正直楽しみに待ってれるなっていう感じですね。いただきます。これで、焼き上がりまで飛ばします。テイテイ。それではね、はい、皆さんオープンでございます。オープン、いい感じなのかな。はい、というわけでね、はい、盛り付けていきましょう。それでは完成です。はい、じゃあいただいていこうかなと思います。いただきます。
ごちそうさまでした。こんな感じで、また、どういう形でかは分からないですけど、皆さん、またベンガルズを今後ともよろしくお願いします。今週はベンガルズの週でした。また来週からもソウルパーチューロメント楽しんでください。ではではでは、また会いましょう。さようなら。